一応ご飯入れるか。あ、おにぎりだ。おにぎりあります。まだね、そのベビー期からちょっとは成長してるけど、まだ大人にはならないね。まあ明後日ぐらいで大人になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ分からん。それは私の予想なんで。よしよし、お腹いっぱいね。とりあえず撫でます。とりあえず撫でますっつって。まあこっからどんな子に成長するか楽しみですね、ほんと。今の気分聞いとこ。話、ちょっとお話できるようになったのかな。おにぎりで好きなのはどれ？夢中？夢中？ああ、おにぎりね。まあ私は鮭だな。なるほど。あ、終わった。 なるほど、終わっちゃった。あ、変わった。こんな感じで時計がね、なります。ちょっとなんかこれ今日使ってみようかな。これタマスマカード、なんかこれ使うことによってなんかあるらしいですよ。なんかいろんなものがダウンロードできるじゃないけど、どっちに入れるんだっけ。こっちかな、確か。そう、進化してるんですよ。私スクロールがいまだにちょっとそんな得意じゃない。スクロールがめちゃめちゃ下手。わあ、ええー、何？ああ、そういうことか。多分これだな。白玉ずっていうか、このたまごっちカードのことですね。お土産は受け取りましょう。なんかお土産を受け取りました。なんか指輪もらった。指輪？外めっちゃ雪降ってる。やばい、このタマスマカードの使い方がようわからん。取扱説明書持ってくる。でも
これ見ても全然わかりません。そう、攻略法はねあるんだけどね、なんかと詳しい取扱説明書ってネットなんですよね。そうだから私ちょっと今ネットがなくて、まだあれかな、タマスマカードあれじゃない、なんだはい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 、はい、おーこれか、これかな、 APP アップって書いてあるやつがタマショッピング、やばい、なんかいろいろある。あーそういうことね、タマショッピングは普通になんかショッピングまんまカメラ機能なんだこれ、これかな、もうこれでも持ち物だよね、これが通信か。あ、タマスマカードあった、ダウンロード、ダウンロード、なんかダウンロードしてます、すごい、こんな感じでダウンロードしてます朝からたまごっちあーもう手しカッサカサ、ダウンロード成功、ダウンロードが成功しました。タマショッピングとタマデリバリーに、はい、サンリオキャラクターズとのコラボアイテムが入荷しました。使うとサンリオキャラクターズみたいなタマゴッチに育つかもしれないよ。アルバイトやリビングも、アルバイト？いやチェックしてみてくださいね。びっくりした、急に家にイチゴの王様遊びに来たんだけど、どういう状態、どういう状況、家にイチゴの王様ってすごいよ。でお道具、おお道具いっぱいある、だからこのアプリじゃなく、あこれか、タマショッピングでアクセサリー見たら、おお本当だ、かわいい、すごい、なんかフリー一応なんか育つとベルみたいなのがもらえるんですけど、それいちご新聞も売ってるたまごっちすげえ、いちご新聞売ってるのすげえな、すごい、全部セールして無料なんだけど、お星様帽子かわいい、あ、タマショッピングからご注文の品お届けに上がりました、ありがとうございます。あとはこれなんだっけ、これは外に出るのか、広場、タマワーク広場、アクセサリーつけれんのかね、お星様帽子つけます、あ、ついたあ、かわいい、かわいい、似合ってるじゃん、
似合ってるじゃんじゃないのよ。多分こういう玉デリバリーでご飯でそのサンリオキャラクターっぽいものを食べさせたらいいんだろうね。すごい卵寿司売ってる。しかもぐでたまの顔してるんだけど。キティサンドに卵寿司に黒味スープ、すごい。多分わかめスープみたいな感じなのかね、わかんない。黒味スープってどんな味だから、普通にご飯でもこういうの使わなかったら、あの、あ、玉デリバリーありがとうございます。早いね、注文してからちょっとしか経ってないのに早い、仕事が早い。おやつも買っとこうかな。あ、すごい、シナモンカップ、普通に美味しそう。でこれゴロピカドンジョン、ピリピリわたあめ。でこれがメロディーアイス。まあ、でもお菓子は、おやつはまだね与えたことないんですよ。そう、リンゴ売ってる、ハートリンゴ、かわいい。2ページ目は普通のやつだもんね。あ、早い、もうデリバリーしたらすぐ届くんで。そうそう、てか755がさ、もうたまごっちのあの報告は報告みたいになっとるもん。私撮影とかできるんだ。フレームを選んでね。はい。あ、すごい。写真とか撮れるんだね。あ、すごい。あ、すごい。はいはいはい。まあ、君にはこれかな。スタンプ選んでね。はい、スタンプ、これかな、これでいい。はい。あー、かわいいかわいい。写真撮影始めちゃったよ。アルバムに保存されたよ、ありがとうございます。私あれなんだよね、時計の画面を変えたい。あ、あった、時計の画面の変え方、C から、なるほどね、これで変えられると。おいしょ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 、あー、なるほどなるほど、はい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 。あー、かわいい。時計のデザインマジでいろいろあります。めっちゃいろいろある。私キティちゃんのやつにしたいんだけど、あるかな。めっちゃデザインあるじゃん。何種類あんの。サンリオじゃないだけでいっぱいあるんだけど、もうなんか6種類ぐらいいってるよ。あ、出た、キティちゃんの。あー、これもかわいい。どれにしよっかな。このキティちゃんのもかわいいし、これもかわいいし、このシナモンもかわいい。そう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 、マジでめっちゃある。本当に種類豊富すぎる。まあでもやっぱこの箱のアイコンにあったこのキティちゃんのにしようかなって思います。かわいい。よし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 、多分これで外していいんだよね、おそらく。よいしょ、
やべえ、普通にめっちゃ楽しい超楽しい。これで一応ね、時計確認できるからねはい、ということで、じゃあちょっと15分経ちましたので、今日はちょっとね、今日はちょっとなかなかバタバタしてるので、ここら辺で終わりにさせていただきたいと思います。じゃランキングを読んでいくよ。13位から、13位 WYJ29 さん、12位ゆずはさん、11位宮本浩一さん、10位ソランさん、9位カリネコでも好きだよさん、8位マサさん、7位飯田ひろゆきさん、6位夏目さん、5位ロミツさん、4位マモさん、3位ケンタさん、2位はやちゃんさん、1位が川端慎二さんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、今日も一日頑張ってください。またね、ありがとうございました。またね。